シグマ理論対人編ということでやらせていただきます。私はね、ダンスのチャンピオンでも何でもございません、ただの凡人なんですけどもね、まあ、ただね、このシグマ理論に関しましてはね、本当にすごいものを発見しちゃったなという、もう自画自賛している、まあ、そんな感じですかね、まあこれね、いいよと、やってますよと、まあ、お便りくださる方とかもいらっしゃるんで、まあ、何人かに、ね、役に立ってくださったらね、それは本当、私のダンスの就活としてね、本当に、ありがたいことだなと思いますけども、まあ、こればっかりはね、もう何十年もね、ダンス毎日毎日毎日ね、ずっと踊って踊って、そういった状態でね、もう最終的にね、そういう状態に、ね、競技ダンスじゃなくてですよ、競技選手にはちょっと分かりにくい部分があるんですね、おそらく分からないと思います。そういうお仕事をずっとされてる人が、ひょっとしたら私と同じような意見をね、申し上げてくれる人もいるかなというような感じですけれどもね、まあ、それだけね、逆に言えばね、普通にね、ダンスやる人にはもううってつけのね、ベースになるものですので、まあ、今日はいよいよ対人編ということでね、お話しさせていただきたいと思います。結局自分自身がこの左の方から右で、右から左と、この斜めのこの大体のこのベースがしっかりと体の中に叩き込まれましたら、相手もですね、相手がシグマ理論をやってようがやってまいが関係ない、相手の骨格タイプがどうもそれも関係ない、身長体重それも全く関係ない、相手にもこの斜めラインというものをちょっとね見えるようにこうトレーニングしておいてほしいんですね。そうしますと、そちらからですね、男性の方が、私は女性としますと、女性がこうやってこうやって、こうね、女性がまあモダンにします、こうね、入ってきたときに、相手にもこの斜めラインが見えると、そうすると自分の斜めラインとバッテンになるはずなんですね、バッテンに。そういうイメージが自分の中で持てるようにしていただきたい、ね。で、自分の動きが相手のこの斜めラインにこうグーッと入ってくるような、そういうね、今私これ女性やったと、でそちらの方がね、女性、そっちが女性で、女性の方が見てるとすれば、私これ男性やります。男性にもこのライン同じように、こう見えるようにね、特にね、女性の先生とかが男性、大きな男性をねと、あんまりね、まだ初心者で大きな男性と誘導せないかような場合があるかもしれません。いとも簡単にこのラインをね、意識してくださったら誘導できますから、まあまあ男性を誘導するというような言い方はちょっと良くないかもしれませんけれどもね、はい。ですからベースとして今日は、ね、対人編が1回目ということでね、もう総論的にやりますけども、ベースとしてちゃんと、相手にそのラインが組んだ時に、もうルンバでも一緒ですよ、ラテンでも一緒です、こう見えるようにね、どっちやったっけ、こっちかな、相手こっちかなじゃなくて、もうスパーンと相手にもそのラインが明確に見えるようにちょっとしといていただければ、いいんじゃないかなと、いいんじゃないかなというか、それが対人編のスタートです。まずは見えるということですね、はい。今日はね、この辺にしときます。まあ、これはね、まあ、結構初心者の方には難しい話になってきますんでね、まあ、一応こういう考え方があるというだけでも結構ですね、ちょっと頭に置いておいていただければと思います。今日はちょっともうここまでにさせてください。どうもありがとうございました。